大阪府立夕日ヶ丘高等学校は、大阪府大阪市天王寺区にある公立の高等学校。明治末期1906年、府立3番目の高等女学校として、南区に設置された。1906年3月9日、大阪府立島の内高等女学校として、南区で創立。太平洋戦争後の学制改革に伴い、新制の高校の大阪府立夕日ヶ丘高等学校に改編され、全日制家庭普通科を設置。1995年に音楽科も併置された。2006年に3学期制を廃止し、2学期制を導入。1次元45分間で7限授業も導入している。校名は夕日丘だが、所在地は夕日丘ではなく桃谷。大阪警察病院に隣接している。自主自立の育成、学力の向上、国際交流の推進、国内最高の音楽教育の推進の4つを教育の柱と位置づけている。音楽科は2020年現在、府立校で唯一設置されている。募集人員は1クラス40人。専門学科のため、普通科など府立校共通で3月に行う入学者選抜と別枠で2月に入試が行われる。2020年度の入試では、応募36人しかおらず、定員は割れとなっている。生徒は音楽理論、演奏法、ソルフェージュなど専門科目を履修する。また、中田義直、朝比奈隆、佐藤忍、五島緑、中村弘子ら著名音楽家を講師に迎えた特別公開講座、特別レッスンも年間に約25回実施されている。1999年から各年で、音楽研修旅行を実施。2017年3月の第10回旅行では、オーストリアのウィーンに旅し、ウィーン楽友協会ホールでの演奏会、ウィーン国立オペラ座でのオペラ鑑賞も行われた。学科長は OBE でもある、片寄晋一。音楽科は、生徒が将来音楽の専門家として活躍するために、必要な専門的技能の伸長を図るのを教育目標としている。1889年の勅令高等女学校令の公布に伴い、翌1900年2月に大阪府知事、菊池忠二が大阪府教育10カ年計画を策定。都心部の中等教育について、府が旧制中学校、高等女学校の普通教育学校を大阪市は商業学校など実業学校を設置することに決まった。このため、府が府下の工場を一元的に運営することとなった。この方針により1906年、南区に府立3番目の公女として、大阪府立島の内高等女学校が設置。島の内公女は大阪市立第2高等女学校の元校舎を使い、1906年4月25日に、第1回入学式を実施した。3年後1909年1月18日付で、島の内公女は南区天王寺夕日丘町及び下寺町に移転し、地名に由来の大阪府立夕日ヶ丘高等女学校へと改称された。1934年5月、桃谷にある大阪府女子師範学校及び附属小学校、附属幼稚園の跡地に校舎を、新築、再び移転した。府の内規により、校地の地名に合わせて、大阪府立北山高等女学校に改称される予定だったが、学校や同窓会の反対運動により見送られた。夕日丘公女は、戦後1948年、学制改革により、大阪府立夕日ヶ丘高等学校が発足。大阪府立天王寺高等学校と生徒及び、教職員を交流して男女共学となった。なお、両校とも原則関西本線線路を境として、北部在住の生徒は夕日丘に、南部在住の生徒は天王寺へ振り分けられている。鉄道工科校歌は在校生の詩をもとにして、詩人の小野重三郎による作詞。夕日丘公女時代から1953年まで音楽科教諭を務めた加藤直四郎による作曲。制服は1960年代の学生運動の余波で1971年から標準服となっている。女子の標準服はブルーの襟にライン2本の入っているセーラー服で私服の着用も許可されている。なお、標準服は男子、女子ともに校則で定められている。校舎は音楽家平地を機に1996年7階建てに改築された。オーケストラホール、ビオーラ、ホール、音楽教室、レッスン室、練習室、スタインウェイを含むグランドピアノ、コンピューター音楽システムなどの設備がある。音楽関係以外では、LAN教室、開閉式ガラス屋根の室内プールも新設された。なお、太平洋戦争終戦直後1948年5月、アメリカなど占領軍 GHQ の指示で、新制の中学校の校舎として、府立天王寺高校の校舎を転用。このため、天王寺高校が1951年4月まで、夕日が丘高校内に移転して2校で同居していた。クラブ活動に約6割の生徒が在籍。政治経済学芸芸能その他関係者。ありがとうございます。